ジャパングランプリ99開幕戦のメインは、前年度覇者の豊田真奈美と 3WA 世界シングル王者堀田由美子が激突。優勝候補の2人が激しい火花を散らす。ここでトヨタ真奈美選手の入場です。ジャパングランプリ99、その開幕戦で前者の2人のエースがいきなり激突します。これから堀田由美子と豊田真奈美の30分一本勝負を迎えます。後楽園ホールは青コーナーから豊田真奈美の入場を待ちます。さあ、ジャパングランプリ99開幕戦のメインイベント、前者のエースの一角豊田真奈美がゆっくりとゆっくりとステップアップ。さあ、堀田由美子から勝利を奪えるのか。豊田真奈美の入場です。そして赤コーナーより堀田由美子選手の入場です。対する赤コーナーからは 3WA 世界シングルチャンピオン堀田由美子の入場を控えます。前者の最年長として、そして世界チャンピオンとして、ジャパングランプリ99優勝は史上命題、堀田由美子。見据える先はリングの頂上のみ。 3WA 世界シングルチャンピオン、赤いベルトを巻く堀田由美子。さあ、ジャパングランプリ99開幕戦、いきなり2大エースが激突します。本日のメディアをジャパングランプリ99公式リーグ戦30分一本勝負を行います。青コーナー150パース、トヨタ真奈美。昨年のジャパングランプリ優勝、2連覇をかけるトヨタ真奈美。青コーナースピードで世界シングルチャンピオン、実力ナンバーワンを再認識させることができるか、堀田由美子、赤コーナーです。リング上には真っ赤な紙テープが舞い込んでいます。ジャパングランプリ99公式戦、その開幕イベントとなった今日の後楽園ホール、メインイベントは堀田由美子対豊田真奈美という、前女だけではなく女子プロレス界の頂点を担う者同士の対決ということになりました。豊田真奈美がこのジャパングランプリを制することになれば2連覇4度目の優勝ということになります。さあ、その豊田真奈美が堀田由美子に先に仕掛けていきました。まだゴングは鳴っていません。さあ、ロックにかわしていく、今ゴングが鳴りました。しかし返していったのは堀田由美子、それをかわした豊田真奈美。立ち上がり非常に目まぐるしい攻防です。コートにくくりつけます豊田真奈美。堀田が捕まっている、ロープの反動を利用して背中にドロップキック、水平飛行。立ち上がりは豊田真奈美が仕掛ける展開となりました。堀田が2回目をかわしていく、この辺りが赤いベルトを巻くチャンピオンのうまさです。そして場外乱闘ということになりました。豊田を捕まえた堀田由美子、先に仕掛けていった豊田真奈美、これが堀田の心中にどう影響していくのか。試合は30分の一本勝負。まあ、宮本さん、この30分の一本勝負という時間がね、2人のこのエースに果たして決着をつけるのに十分な時間かどうか、このあたりも一つ注目なんでありますけれども、この試合どういう意味があると思われますか、宮本さんは。そうですね、今立ち上がり豊田が先に仕掛けましたけどもね、やはり堀田選手の方がどちらかといえば次井上京子の挑戦というのは決まってますからね、はい、そしてもうリーグ戦、まあ大変なプレッシャーはかかってくるんですけども、逆にそれをエネルギーにしていけばいいんですけども、はい、やっぱり豊田っていうのは、まあ、堀田がチャンピオンという座にいて、うん、今やっぱりちょっと距離を置いた立場で、はい、まあ、自分のやっぱり本来は力を持ってるんですけども、なかなかチャンスに恵まれない。でもやっぱり今回のリーグ戦、何としても優勝をして、やっぱり
上ベルトの足掛かりしたいという気持ちがすごくあると思うんですけども、ね、女王ベルトの足掛かり、そういう気持ちが今なんか素直に現れたんじゃないかと思いますけども、それがあの立ち上がりの奇襲戦法、そうですね、そのトヨタに対して堀田の思い蹴り、トヨタもこのマウントのほどき方をなかなか堀田からその糸口見つけ出すことは難しいかと思われますが、さあこのマウントポジションから堀田がどういう攻めを見せるのか、トヨタが必死に抵抗していきます、まあ、そして宮本さん、トヨタがもし優勝すれば2連覇4度目のジャパングランプリ優勝、はい、まあ、そうなれば当然その赤いベルト挑戦というのはもう十里分に条件を満たすことになりますよね。そうですね、あの、まあ、挑戦権をかけた大会ではないといえども、やっぱり優勝者というのは当然、はい、あのチャレンジャーのね、うん、あのもう最有力候補になってきますから、はい、まあ、もしトヨタが2連覇を達成すれば、まあ、その心中ほら見ろやっぱり私が全場のままじゃないかという部分があるかと思います。そういった意味でこのジャパングランプリの今日のこのリング上、ジャパングランプリの優勝者を占う意味はもちろん赤いベルトをめぐる動きにも大きく絡んでいる試合です。全場の中では現チャンピオンの堀田、そしてそれに対抗意識を燃やしているトヨタあるいは伊藤薫、そして他団体からはネオレディースの井上京子、そのあたりが女子プロレス界の至宝赤いベルトをめぐって凄まじい動きを見せているわけであります。ダブルアームスープレックス、そのまま後ろに落としていったホッタリと抑え込んでいく、カウントは2です。ホッタの左肩が上がります、すかさずしかし後ろを取る、このあたりはホッタうまい。まあ、堀田もこのジャパングランプリ、宮本さんあれは平成6年でしたかね、はい、優勝を飾っています。まあ、そういった意味ではそのジャパングランプリというものに対してこう、まあ、当然思い入れはあるでしょうけれども、それ以上にその女子プロレス界全体の動きというのを2人は見てるでしょうね。もちろんそうですよね、まあ、堀田選手はあの、まあ、バーリツーズとか、はい、まあ、そういった路線もやっぱり進んだこともありますから、まあ、とはいえやっぱり前哨であの15年の歴史を数えてきたこのジャパングランプリというのはね、やっぱりこれは優勝するということは、まあ、その団体の看板を張るということですからね。あっとこのトヨタマナミの奇襲戦法、堀田の表情は変わりませんが、堀田は表情が変わらない時が一番怖い。唾吐きましたよね、トヨタが仕掛けにかかります。ロープに飛ばしていく、反動利用してったら結局顔面へ、元々に入ったか、堀田由美子が耐える表情を見せていますが、耐えれば耐える分だけ堀田由美子その爆発力反作用大きくなってまいります。顎の辺りを抑えている堀田由美子にヒットラッキック、ダイビングで入っていくトヨタマナミ、堀田が攻め込まれます。ジャパングランプリ99のその開幕戦、あっとトヨタが満足ためだ。15年の伝統を誇るこのジャパングランプリの舞台でクラシカルなプロレス技を出していくトヨタマナミ、卍固めきっちりと決まっていますトヨタマナミ、赤いコスチュームに身を包んだトヨタマナミが黒いコスチュームの堀田美子、さあそしてローリングクレードルに一瞬入ろうかという動きを見せました。チャンピオンもね、唾を吐かれて黙ってるわけにいかないですよね。そうですよね、まだあの唾を吐かれてから堀田の反撃ないですからね、ちょっとこれは屈辱ものでしたね、堀田はこれ今頭の中考えてますよね、宮本さんね、まあ、トヨタもそんなことは分かっててやったんですからね、これはやっぱり2人のね、気持ちに並々ならぬものがありますね、はい、お互いに張り合ってるものがね、やっぱりそれだけ大きいんでしょうね、はい、ほんの一瞬爪で弾いただけでピーンとこう弾け飛んでしまう、それだけの緊張感というのが両者のおそらくお二人の間にはあるんだと思いますが、ボディをフックするトヨタマナミ、攻め込んでいるのはトヨタマナミ、しかしこれは堀田はもしかしたら攻め込ませているのかもしれない。堀田が首を小さく横に振っています。もっと攻め込んでみろ、そういったおそらく気持ちの表れなんだと思いますが、あっと背後からかかとが飛んできた堀田由美子、これはあるいは予想外の攻撃か。トヨタがここまでこの試合中盤グエルボーだ堀田由美子、さあ反撃か。
屈辱を割った意味か、今このリング上で消化させる時か。グラウンドで左の膝、そして右のロキック、重い蹴りが豊田真奈美を襲います。堀田恵美子、10分経過しました。さあゆっくり持ち上げて、ファイルドライバー、十二分に一を頭に乗せた、そしてグランドスリーパー。堀田が逆に今度はトヨタを攻め込んでいきます。先ほどあれだけトヨタ真奈美に屈辱を味わわされましたから、堀田恵美子最も得意な、ね、パターンで、攻めてますよね。お前見てろよという、ね、部分が、リング中央までわざわざ持ってきましたからね、はい、エスケープロープに届かせない位置で、ホットタイミングこのグランドスリーパー。さあこれもあまり長いこと食らっていると豊田真奈美落ちてしまいます。ホッタのスリーパー、豊田真奈美脱出できない。ホットタイミングこの太い腕が豊田真奈美に絡みついていきます。蛇が獲物を締め殺すように堀田恵美子、このグラウンドスリーパー、こういったグラウンド展開になるとやはり堀田恵美子に一律の長がありますが、さあ今度は右腕を狙っていく、強引に半ば強引にこの腕引きに持っていこうという堀田恵美子か。現在赤いベルトを所有する堀田恵美子、名実ともにナンバーワンを証明するためにはジャパングランプリ優勝しなければいけません。そのためには今日のこの開幕戦、豊田真奈美なんとしてでも蹴散らしておきたいところ。さあ強引に腕をほどこうとする、豊田も必死に耐える。さあ腕がほどけて、危ない、プレッシングが入る、豊田危ない、間一髪ステップオーバー豊田真奈美。行き詰まるグラウンドでの攻防戦です。やはりああいった宮本さん、グラウンド展開になるとどうしても堀田恵美子の方がね、一律の長がありますよ ね。そうですね。さあ今度は三角締めに持っていこうという堀田恵美子、トヨタ真奈美は何としてでもこういったそのねちっこいレスリングという部分からは脱出しなければいけません。昨年ジャパングランプリを制覇しているトヨタ真奈美、まあ、昨年のジャパングランプリの時は宮本さん、赤いベルトが他団体に流れておりましてね、そういった意味でこの前座の力というのを全員で示す意味合いもあったジャパングランプリでしたよね。そうですね、まあ、昨年はこの両者もね、はい、まあ、リーグ戦では引き分けたんですけども、まあ、4人のトーナメントでは豊田が堀田を破って、はい、まあ、決勝でもザップアイを破って優勝してるんですけども、はい、まあ、やっぱりこのリーグ戦ね、なかなか30分でね、本当に決着つくのかなと、なんか互いになんかもう手の内はね、十二分に知り尽くしてますからね、やっぱりさ、まだ探り合いっていう段階ですよね。前女の頂点を担うこの2人、当然試合内容も誰にも文句を言わせないものを見せつけなければなりません。去年はこの時期赤いベルトが神取忍のもとにありまして、まあ、誰がその赤いベルトに挑戦していくのか、そういった意味合いも込められていたジャパングランプリ、今年は前女の堀田恵美子が赤いベルトを巻いています。その赤いベルトを巻く堀田恵美子のもとに向かって、豊田真奈美だけではなく伊藤薫、あるいはネオの井上京子、あるいは再び神取忍、そのあたりが名乗りを上げてくるかもしれません。私のレスリングで挑んでこいという豊田真奈美、それに受け出たす堀田恵美子、さあ力比べだ、奇襲できた豊田真奈美、投げ出していくアホップ、そのまま腕ひしぎに行ったのは豊田だ、豊田の腕ひしぎか、堀田のお株を奪う豊田の腕ひしぎ、あの腕をリリースさせることができるか、堀田はしっかりとフックガードしています。あえてグラウンドで勝負を挑んでいった豊田真奈美、まあ、しかしそのあたりはこのグラウンディングでは百戦錬磨堀田恵美子、トヨタの思うようにはさせません。ニュートラルコーナー対決に飛ばしていって、しかし足が待っていた、
下の胴回し蹴り。開始か。この堀田というレスラーはとにかく耐える時間が長ければ長かった分だけその攻撃力が増してまいりますが、トヨタバナミもそのあたりは熟知している。それをかわした。バックに回っていく。ローリングクレイドルに入っていくか。いや回させない、回させない。堀田が腕を取る。アイリアまだ不完全です。ああいったその技の攻防、ためで見てると何気ない一瞬なのかもしれませんが、なんかあの油断できないですよね。まあ、トヨタにしてみれば完全にローリングクレイドルいけると思った瞬間だったでしょう。しかし腕を取ったのはホッタニコでした。腕を捕まえる。ホッタが持ち上げられない。ラリアットかわした。バックを取った。トヨタがジャーマンスープレックス。トヨタのジャーマンはカウント2です。表情が歪みますホッタニコ。さあセカンドロープからトップロープへ登ろうというトヨタ学び、赤いコスチュームの分サルトは自爆。さあ堀田がここはチャンスとばかり対角線飛ばした。今度はどうだ。うっと激震、場外に激震させました。堀田美子逃げ惑うトヨタ学び。勝負はリング上か。勝負はリング上でをつけようというトヨタ学び。エプロンサイド足をかけた堀田美子にテニス戦。さあコーラテンホールド観客を煽ってこの手拍子を受けて赤いコスチュームが今トップロープから待っていく。堀田恵美子のボディにクリーンヒットしました。トヨタ学び場外殺法。固唾を飲んで場内の観客が両者の動きを見守っています。ちょっと朦朧と仕掛けているか堀田恵美子。試合序盤あの耐えていた表情ではなく耐えざるを得ない表情に変わりつつあります。本当に背後からドロップキック。トヨタ学び、さあ赤いベルトを巻く堀田からスリーカウントを奪うことができるか。トヨタ学びです。トヨタにしてみればジャパングランプリ制覇ということよりも赤いベルトを巻く堀田を倒すこと、そこにおそらく意義を見出しているものと思いますが、先ほどかわされた。足がややもつれたか。堀田がその隙に逆に主導権を奪っていきます。ニュートラルコーナー据え付けて、さあ流れ式か。堀田恵美子流れ式か。バックを取った。おっと流れ式でこのまま吹き飛ばしていった。受け身が取れません。トヨタ学び抑え込むのは堀田恵美子。カウント2ブリッジで返していくトヨタの根性です。11日お台場でネオの井上京子の挑戦を受ける堀田恵美子。その前にトヨタから敗北を喫することは許されません。ジャパングランプリの公式戦である以上にチャンピオンとしてのプライドが堀田を支えています。さあ腕を取る。いや返した。堀田がそれをあーっとスタンピング。一瞬の隙、そして腕式。この腕式はしかし12分に警戒していますトヨタ学び。逆に抑え込んでいった。これはカウント2です。堀田が返します。やはり宮本さん大技がね最後まで持っていくことがなかなか難しいですね。やっぱりあのそう続けさせてくれないですよね。あっとニールキック。堀田恵美子カウントが入っていく。トヨタの右肩が上がる。さあ堀田の動きが激しくなってきた。一気にいくか。ライトライナー勝負に出た堀田恵美子。ここでピラミッド。この時点でトヨタ学びから敗北を喫するわけにはいかない。コーナーに据え付ける堀田恵美子。トヨタの動きがまだ朦朧としているが、いやスルスルっとかわした。この辺りがトヨタのスピーディーな動き。バックに抱えてこの位置からジャパニーズオーシャン。カウントは2です。ピラミッドドライバーのそのお返し。トヨタのジャパニーズオーシャン流れ式で見舞っていきました。トヨタ学びです。赤いベルトを巻く堀田からスリーカウントを奪うことができるか。トヨタ学び、さあフィニッシュ体勢に入る。堀田恵美子ウェイトがあります。そのウェイトを持ち上げられない。腕を取った。腕を伸びている。エスケープロ
かろうじて足が伸びました豊田真奈美です。さあ堀田がおっとバックに回った、フルートバックに回った、もう一回引くか、もう一回引くか、もう一回引くか、さあ行くのもダメだ、ダメだ、そして嬉しいもう一回ハンター堀田恵美子、今度はポジションのいい、20分が経過しました。さあ今度はポジションのいい SK クロフまで届かない、足は届かない、逃れられない豊田真奈美、試合は終わるのか、試合は終わるのか、ようやく、あるいはあと数刻長かったら豊田真奈美落ちていたかもしれませんが、あ視線が後ろです豊田真奈美、堀田がここはチャンスとばかり一気に攻め込んでいくか、先ほどはかわされたピラミッド、2発目のピラミッドは3カウントを叩き出すか、どこにその力が残っているのか豊田真奈美、さあそしてジャマ映像チャンスはいく、これはどうだ、これも決まらない、共に最後の一手を繰り出して決まらない、となればその最後の一手の連発で攻め込んでいく豊田真奈美、カウントは2、堀田も返します、赤いベルトを待つ堀田の意地が勝つのか、赤いベルトを目指すトヨタのプライドが勝つのか、蹴りを入れていく堀田、それに応戦するトヨタ、もう一回ピラミッドか、3発目のピラミッド、カウント1、いや宮本さんカウント1つですよこの時点で、これはトヨタもね、また行きますね、そして今度こそ決まるか、これで決まらなければ一体どうやって終わるんだ、これは宮本さんトヨタのベルトへの意地なんですかね、いやどうなまだ行きますよね、まだ行くか、堀田もなぜ決まらないんだ、そういった思いが頭の中にあるかもしれませんが、これで決めた、ピラミッドの連発に指し物、トヨタも最後は耐えられませんでした、堀田恵美子ピラミッドドライバーの連発から3カウントを奪いました。さあジャパングランプリ99公式戦その開幕でトヨタ真奈美を蹴散らした堀田恵美子、赤いベルトを携えて7月11日お台場井上京子の挑戦を受けます。